本能寺で討ち取った信長は影武者だった。本人はすでに逃れ岐阜城に入っていた。好機一すべからず、信長の命を狙う者たちが岐阜に集う。そして濃姫もまた信長のもとへと向かった。あなたを殺したい私、私が殺したいあなた。最終話、岐阜城潜入する。うずく。来い、おの。この信長の狙う者、守る者、人の世の業のすべてを背負う覚悟でな。信念だ。悪いよ、今は美人を口説く余裕もないぜ。無駄よ。おせっかいのジャーモンは、ここはあんたを通せる。
どうしてもういっあんた自分に嘘をついてるからさ。無駄敵将打ち取ったわ。どうやら自分で気づいてるらしいな。なら俺の出る幕じゃないね。私と戦わない。無駄に いやここをお通しするわけにはいきません。あなたの心が迷う限り私には勝てないでしょ。幸せだったランマル。おの、何を望む？信長を殺すか、抱くか、抱かれるか。すべてを。で、あるか。
じてくれた？焦るくらいに。愛しているわ。殺したいほど。